よかったこの位置で。はい、皆さんね、しっかりと、はい、写真でも収めてください。それではお一人ずつ自己紹介をお願いします。はい、2023フラワークイーンの清水美希です。フラワークイーンということで好きなお花をそれぞれ発表したいなと思っているんですけども、はい、私の好きな花はガーベラです。ガーベラはピンクだったり黄色だったりオレンジだったりととても明るい色が多いということで私も気分がハッピーになれるので好きな花になります。今日は短い時間になりますがどうぞよろしくお願いいたします。よ2023フラワークイーンの小出かすみと申します。私の好きな花は名前にちなんでかすみ草が好きです。感謝幸福という花言葉も大好きです。本日は短い時間ですがどうぞよろしくお願いいたします。そして、はい、同じく2023フラワークイーンの坪本千佐です。私の好きなお花は桜です。桜は満開の状態で見れる期間は短いですが誰にとっても忘れられないお花ですし春になると見たいなと思わせてもらえるようなお花です。私もそんな桜のようにまた会いたいなと思ってもらえるような女性になるために頑張っています。よろしくお願いいたします。司会の安井修平です。好きな花はひまわりです。理由はでっかいからです。よろしくお願いします。いやいや、すいません、ちょっと利用しましたけども、いや、ほんとね、見てくださいよ、このも素敵な笑顔と、この衣装も華やかです。で、好きな花まで教えていただきましたけれども、ね、3人にいろいろお話伺っていきたいんですが、まず清水さん、はい、2023年の、まあ、フラワークイーンということで、2023年ね、3日間ゴールデンウィークの開催、叶わなかったんですが、今年は5年ぶり完全復活じゃないですか。はい、フラワーいかがですか？そうですね、昨年度は6月10日、11日と2日間の開催となったんですけども、今年はゴールデンウィークの3日間通常開催となっております。お天気もとても3日間いいですよね。皆さんもぜひ水分補給しっかり取りながらぜひ最終日まで楽しんでいただければと思います。はい、いやもう本当に皆さんのおかげだと思いますよ。本当にね、素晴らしい気候になりました。そして小出さん、はい、今もそうですけど、はい、平和大通り一帯もたくさんのお客さん、たくさんの笑顔でね、溢れてると思うんですけど、はい、そういったお客さんの姿見ていていかがでした？はい、本日も花車の方に乗車させていただいて、たくさんの方に笑顔で手を振っていただき、とても嬉しかったです。また私たちからもとても顔がはっきり見えていて、お疲れ様というふうに声をかけていただいたので、もう歓喜を待って泣きそうになりました。いや、本当ね、あ、お疲れ様の言葉が出ました。泣かないでください、まだ。ちょっと早いですよ。はい、フィナーレまでまだ時間はあります。そして坪本さん、3日間ね、2023フラワークイーンとして過ごしてみていかがですか？そうですね、去年は、例年前年度のクイーンさんがおらず3人での活動だったんですが、はい、今年は前年度今年度の計6人のフラワークイーンのとして活動させていただきまして、とても先輩として引っ張っていかないといけないなっていう責任感も感じましたし、6人での活動がとても楽しいなと感じさせれるような2024年フラワーフェスティバルになったかなと思っております。で、まだこれから少しなんですけどもステージがあるので残りのステージを楽しみたいなと思っています。はい、そうですよ。いや、ほんとね、先ほどね言っていただきましたけれども、まだまだ楽しみなところとか皆さんに見ていただきたいものたくさんありますので、ではお一人ずつこの後の見どころ教えてください。はい、最終日午後となりましたが、まだまだイベントも盛りだくさんでございます。平和公園ブロックではピースフラワープロジェクト花育を実施しております。色とりどりの花たちが飾られております。そして夜にはライトアップも行っておりまして、最終日は20時まで開催しておりますので、ぜひこの後も足をお運びください。そしてフラワーフェスティバルといえばグルメも見逃せません。全国のご当地グルメが集まった観光物産展を三河町から白神ブロックまでで行っておりますので、ぜひたくさん食べてたくさん見て楽しんでいただければと思います。心いっぱいお腹いっぱいにしてください。はい、続きお願いします。はい、また花の塔の横のテントにて浮世絵風のスタンプカードがお作りいただけます。私たちも作らせていただいたんですけど、とても可愛いデザインになっておりまして、思い出作りにもぴったりなので、ぜひ作りに出してください。はい、ありがとうございます。お願いします。本日18時半からファイヤーフィナーレがカーネーションステージにて行われます。3日間花の塔の頂上に点火していた灯火を消します。
私たちフラワークイーンも最後のご挨拶をさせていただきますので、ぜひお越しください。さらにさらに平和大通りや平和灯火近くにもたくさんフォトスポットを用意していますので、ぜひ思い出になるような写真を撮っていただけたらなと思っております。ではファイヤーフィナーレでお待ちしております。はい、皆さんもフィナーレまで、ね、もたっぷり楽しんでいただきたいと思います。この時間ダリアステージには2023フラワークイーン清水美希さん、そして小出かすみさん、坪本千佐さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは拍手でお見送りください。最後手振ってもいいかも。ありがとうございました。